それでは第4ヒートスタートしましょう。5、4、3、2、1。2014 Japan Pro Surfing Tour。 さあ第4ヒートがスタート。ゼッケンレッドには松山義則選手、契約サーフボードはヨッチ、ウェットスーツはダブ、そしてホワイトには小頭信弘選手、契約サーフボードは3ウェザー、ウェットスーツ3ウェザー、そしてイエローは鈴木剛選手、契約サーフボードはゴッデス、ウェットスーツサムライスピリッツ、そしてブルーには新庄譲選手。この4名でクォーターファイナル第4ヒートをスタートしていますが、すごいメンツでのクォーターファイナルになっています。ゼッケンイエロー鈴木選手、さあハングファイブステップバックをする、もう一度ハングファイブへ、ここでプルアウト。さあ先ほどの第3ヒートの結果、クォーターファイナルメンズ第3ヒート第1位でラウンドアップしたのはゼッケンイエロー森選手です。トータル 7.55、 第2位がホワイトの藤井選手、トータル 6.8 ポイント。惜しくも3位がレッドの塩坂選手、トータル 5.95、 4位がブルーの増山選手、トータル 5.75 ポイントという結果になっています。さあゼッケンレッドとブルーアップ、ブルーはハングファイブ、レッドもハングファイブ、そしてブルーはリエントリーへ、ここでプルアウト。ゼッケンレッドは松山選手、ブルーは新庄選手。ゼッケンレッド松山選手の1本目は 2.5 ポイント、1本目レッド 2.5 ポイント、ホワイト1本目のライディングは 2.0 ポイント、そしてイエローの鈴木選手の1本目 2.0 ポイント、ブルーの新庄選手の1本目 2.75 ポイントです。
さあイエロー、ブルー、さあブルーもハングファイブ、イエローもハングファイブ、そしてレッド、ハングファイブからのリエントリーはレッド。ゼッケンブルー2本目のライディング 4.5、 ゼッケンブルーの2本目のライディングは 4.5 ポイントです。さあゼッケン、レッド、イエロー、ホワイト、さあレッドバックサイド、イエローもライト方向、ハングファイブからレッドリエントリー、綺麗に決めてくる。そしてイエローはハングファイブから一瞬ハングテンに、そしてスイッチスタンスでのプルアウト。さあゼッケンイエロー、もう一度ハングファイブへステップバックして、ゼッケンイエロー2本目のライディング 3.75、 イエロー2本目のライディング 3.75、 3本目のライディング 4.0、
トータル 7.75 イエロー鈴木選手トータル 7.75 ポイント、そしてレッドの松山選手3本目のライディングは 4.1 ポイント、4本目のライディングは 3.35 トータル 7.45。 10分経過、ヒート時間半分経過。さあ現在第1位がイエローの鈴木選手トータル 7.75、 第2位はレッド松山選手トータル 7.45、 第3位がブルー新庄選手トータル 7.25、 新庄選手に必要なポイントは 2.95、 そしてホワイト小頭選手現在第4位のポジション、2本目のライディングは 3.25、小頭選手に必要なポイントは 4.2 ポイント、小頭選手に必要なポイント 4.2 ポイント、ブルーの新庄選手に必要なポイントは 2.95 ポイント。さあイエローアップした、さあバックサイドハングファイブからステップバックして、さあレッドもアップ、レッドはスピードをつけてのリエントリー、さあイエローハングファイブからのバックサイドでのリエントリー、さあ現在第1位のイエロー第2位のレッドがねライト方向レフト方向に乗り分けています。さあその差をね広げていきたい、ゼッケンレッドの松山選手のバックアップスコア 3.35、 そしてゼッケンイエロー鈴木選手のバックアップスコア 3.75 ポイントです。さあゼッケンブルーがパドルして、さあ必要なポイントは 2.95 です。さあブループルアウト、さあホワイトハングファイブからステップバックして、さあもう一度ハングファイブステップバック、そしてホワイト大谷のリエントリー、さあ小頭選手必要なポイントは 4.2 ポイント、 4.2 ポイントです。さあ追い上げてきていますホワイト、さあホワイトもう一度アップハングファイブ、さあステップバックもう一度ハングファイブからステップバック、さあかなりねサイズの方小さいですがね技を入れてくるホワイト、そしてリエントリーまでかなり浅い、さあ膝下しかないですね浅さが、そんなところまで乗ってきてのリエントリーと、コンペティターです小頭選手。小頭選手2本目のライディングは 3.25、 そして3本目のライディングは 3.7、 さあ必要なポイント 3.76 です、 3.76 が必要小頭選手、そしてブルーの新庄選手は 2.95 ポイントが必要。
さあ松山選手バックアップスコア 3.35 です。松山選手のバックアップスコア 3.35。 さあイエロー鈴木剛選手ラストウェーブ 3.95、 その差を広げています。鈴木選手のラストウェーブ 3.95、 トータル 7.95 です。残り時間5分、残り時間5分。さあホワイトイエローがアップした。さあホワイト、うん、これはイエロープルアウト。インターフェアレンスコール、インターフェアレンスコール、イエローオンホワイト、イエローオンホワイト、イエローの選手がホワイトの選手に対してのインターフェアです。ホワイトの選手はエクストラウェーブ1本追加です。イエロー、現在第1位のポジションだったんですが、怖い対インターフェア、第4位のポジションになっています。鈴木選手に必要なポイント 5.25、イエローの鈴木選手に必要なポイントは 5.25。第1位のポジションはレッド、第2位のポジションブルー、さあ第3位のポジションはホワイト。残り時間3分。ホワイト小頭選手に必要なポイント 3.56 です。 3.56。 ブルーの新庄選手バックアップスコアは 2.75、 松山選手のバックアップスコアは 3.35。さあ左側イエロー、そして正面ブルー、イエローアップ。さあハング5、さあステップバックする、もう一度ハング5からステップバック。さあその前の波がね落ちてしまった、リエントリーまでさあ持っていくことができるか。あ、しかしリフォームしてきた波が、うん、ここでプラウト。イエロー必要なポイントは 5.25、 ゼッケンイエロー必要なポイントは 5.25 ポイントです。メンズのクォーターファイナル第4ヒートが行われています。さあこの後はウィメンズのセミファイナル、ウィメンズのセミファイナルに進みますのでね、ウィメンズセミファイナル勝ち上がっている選手8名はスタンバイです。というよりももうねゲッティングアウトしていますね。第1ヒートセミファイナルの第1ヒートの選手はゲッティングアウト。そして左奥ゼッケン、おっとここはやめとく、イエロー。さあ必要なポイントは5.25 です、イエロー。そして小頭選手に必要なポイントは 3.56 です。残り1分。45秒。30秒。
カウントダウン。10、9、8、6、4、3、1。さあ、終了しました。さあ、このヒートね、イエローの鈴木選手が1位のポジションだったんですけど、これでシチュエーションの方が変わり、レッドの松山選手は1位でラウンドアップしていきます。そしてブルーの新庄選手は2位でラウンドアップしていくという、そんな状況でしょうか。セミファイナルに進出はレッド、ブルー。さあ、この後はウィメンズのセミファイナルです。ウィメンズのセミファイナルに進んでいきます。